それではですね、今回は、セキロシャドウ伝えティワイスやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではいきましょう。さて、前回は、宮本宮奥地までですね、境内まで進んでいきまして、で、まあ、ボスに出会ったわけですね。なんかでかい竜ですね。はい。桜のやつに出会いまして、まあ、そいつと戦ってるんですけども、まあ、攻略方法はね、分かってるんですが、何せ、一撃死っていうね、一撃で、まあ、やられてしまうというところで、まあちょっと苦戦しております。さあ、神域からいきましょう。何せあれに、あ、ね、攻撃を食らうと一撃で死ぬっていうのはね、ちょっとやっぱり一番きついところですね。じゃあいきましょう。雷をね、受けて雷返しで敵を倒すという形ですね。で、拝んで祈りいきます。まあ、今日の1回目なんでね、そのままムービー見ていきましょう。そうするとここがね、戦況になるわけですね。で、謎のこうね、白いじいさんたちがいっぱい出てくるわけですね。白木のオキラたち、これはね、そんなに強くはない。いや、まあ強くはないです。そんなにないです。全く変わって強くないです。まあ、ただの数の暴力ですね。まあ、ね、木が出てきます。強くないですね。食らっても回復しましたね。で、切って倒していけば大丈夫です。毒になっても大丈夫です。もうね、もう R の位置をずっと連打するだけですね。で、この黒いやつはね、まあ体感弱いやつですね。でも、この黒いやつらを倒したところで何のメリットもないです。ただね、HP が回復するだけ。実はこいつらの方が弱いです。やっぱり、ね、体感すぐちゃうんでね。はい、倒します。倒します。はい、
はい、倒します。これマップの関係ない。はい、はい、はい、倒してる。はい、もう一体満タンだ。そして最後の一体倒す。 OK、 そして食らう。さてここからですね、この大きな大木に桜が咲きます。そして雷が落ちてくると。そして謎のドラゴンが出てくるわけですね。桜流、最初まで一回吹っ飛ばされます。これクラウドやります。 OK、 これで当てます。こういった感じですね。そう、真ん中ですね。当てます。もう一回真ん中、はい、当てます。はい、空中で切られる。一旦雷がどこ行った。真ん中、また真ん中に来る。当てる。はい、危ないやつ。で、吹き飛ばされる。で、この時に当たっちゃうんですよ。はい、当たる。はい、飲む。はい、飲む。はい、当てる。飲む。当てる。はい、当てる。飛ばされる。横に逃げる。ノーム。飛ばされる。
回復したい。ガンヤがいいか、とりあえず。で、なんか、お、倒れてる。登っていける。あ、2冊だ。ちょっと待って、2冊、2冊、2冊。ちょ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 、テク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 。はい、連冊。不思議で、あ、灰類。あ、でもね、竜のね、涙をね、桜竜の涙をこれで取ったわけだ。オッケー。さあ、これで戦況での任務は達成したわけですが、足の本庄へ帰ってきて、戦いの記憶、桜竜、神なる竜であった。桜竜の涙、不思議でのみかなう灰類ですね。桜竜はその身を、その身は常しえ、一度流れた涙をまた形を保ち、常しえに乾くことはない。この竜の涙を竜院の巫女に飲ませれば、不死立ちは叶うであろう。で、一心が倒れてる。何があった？一心様は病に見まかられました。マジか、ついに一心が倒れる時が来たのか。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様はこれを、抜け穴の鍵、足の場外への抜け穴の鍵、月見やぐらがある、水で来るような堀、その終端に抜け穴はある。黒は抜け穴から場外に逃れている。それを追わねばならぬ。この鍵、うわぁ、巫女様、場外への抜け穴か。はい、狼殿、月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。わぁ、それってあれだね、一番最初に行ったところだね。黒さんはその抜け穴から場外へ出し、ススキの花、うわぁ、ススキの花、あなたを待っているはず。ということは、分かった、源一郎殿が、一心様の命にて、与鷹の衆が目印の呪しを屋根上に置いています。与鷹の呪しをたどり、九郎様を追ってください。さすが与鷹衆。わあ、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 九郎様は抜け穴より場外に達しました。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。ススキの原であなたを待っているはず。一心様の命にて、よた、今しばらく一心様。分かった。あ、先は一心のことづてについて。一心様より託されたものがあります。はい、私からあなたに渡すように。なんすか。ですが、まだその時ではない。その時ではない。あなたが王位を治めたとき、お渡ししましょう。そういうことか。え、何の奥義？先を振る舞う種を。オッケー、種渡した。九郎様、奥義か。九個になった溶断、イメージから教会行くか。桜竜との記憶、桜竜は神なる竜、古く西から流れ着きこの地に至った。この芦名にはひときわ古い土地がある。古い土や岩がそこに染み渡った水が神なる竜を根付かせたのだ。
か、攻め力上がりました。で多分これだね、奥義だよね、これを取った時だよね多分ね。それか足田流なのか、足田十文字。憲法事件法と、まずは多分ね、まずは多分これな気するんだよな。ロックでも全然足んねえかな。仏渡ろうあれでらい。ちょっとじいさんに会いに行こう。でちょっと竜がやまず直す。逆活してる。よじいさん、あれじいさんは、あじいさんいない。うわ自分で作れんだ。あじいさんどこ行った。じいさんは自分で作れるけども、あ幻くないも作れる、でも金がないんだ。うわ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 、自分で作れんのに金必要なんだ。これ行ったらもう終わりってことだよね多分ね。絶対現地の出てきて終わりだよね。対空印刷の技術、金で買うんだこれ。結局みんな金だな。そこもとの背中のその王たち、ああ不思議だ。それは何だ。不思議だ不思議だ、何と誠にあったか。ならばそこもとよ、不思議で我が品図を立ってはくれぬか。いいのか本当に、お前やるぞ。承知する。貴様が願うならば。かたじけない、そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。任せろ任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。次にそこ、わあついにお前も死ぬのか。あとはどっか行ってないとことかあったっけ。多分ないよね、大丈夫だよね。あー全部行ってるはず。前方寺宮本の宮落ち谷龍泉平田屋敷、とりあえずまあ奥の行くか。お米一応もうね一個ねお米持ってるけどさ、どうした、また苦しいのか。何もしない。ああ柿がないのか、柿がないのか。それはまあしょうがない。
に行くの？芦名城本所巫女の間からしか出られないんだ。いやーマジでマジっすか。あーマジで行くんすか。ついに終わる赤炉がついに赤炉が終わってしまうのか。行きますか。こっち何、この辺も特にもな、何もないからな。芦名城はもうダメなんだ、どこも行けないんだ。芦名城巫女の間か、もうこの荒れ寺かっていうとこなんだな。行きますか巫女の間から。そしたら行きましょう。あ、ここも出れないんだもん。で、あ、ここからも出れない。お、じゃあどう行くんだ。になってくるわまで。クロ様、スキムススイシよ。クロ様。ここか、じゃん。キャー、すごい、めっちゃ燃えてる。あ、火を放ってんだ。へえー。何、エヴァイラ、なんか勝手に死んでる。あ、下でなんかやってるわけね。あそこでなんかやってる、あそこでなんかやってる。よだかしゅうと戦ってるわけね。で、経験値が入るんだから。あれあれあれ、やってくるでしょ。ここがあれか、本庄の入り口のところか。だってみんなやられてるじゃん。ちょっと、そんなに強くないか。お、二刀流で、強いな、やっぱ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 強いぞ。赤園愛の式消し代表。はい、ちょっと待ってください。
やるって。死んだし。やられた。はい。いるの？赤目とか誰もいないか。いるんかーい。ちょっと2体は厳しいな。ちょ2体は厳しいって。さすが2体消して、挟まってる柱にきっつー、これ敵多いな。ちょいちょい、お前、俺そうだね、傀儡ってねこうなるんだよね。もう願いも聞けないし、とにかくまあジョーカーに行けんの、ジョーカーに。傀儡する。
すげえな、こいつのほら。若衆赤目の夜中衆かっこよ。とりあえずどうする、ジョーカーに行くのか、ミナテクラに行くのかだよ。はい、でここはね、ゲンちゃんと一番最初に戦ったとこね、ゲンジョドローン。で、僕が行きたかったのはここなのよ、この一心様がいた部屋。何か、あ、ない、え、水、宇治のさ、宇治内、誰、芦名流、どこにいるの。あ、えー、赤目なのに、え、赤目なのに2回戦やろ。あ、ちょ、俺それはずるい、それずるいって、足並みよりもそれはずるいってお前階段はずるいって、それ階段貫通はダメだってうわー、マジか、赤目、赤目ということは火ですね。赤目か、これだな、バネ式。あ、しかも何にもアイテムなかったじゃん、あそこ。あれ、これなんだ、これ、これだから。黒の巻物、あー、不思議、黒の不思議について、その名は開門、黄泉への門を開く刀なり、黒は転じて精をなす、流因を備えむのに孫いたまえ。スミビックって言ったね。あ、ちょっと早いって。早いってどうだ、足投げ早いんだ、足投げは。ちょい早いってだから。
盗み聞きもできなかった。よし、今度こそ盗み聞きましょう。仕切り黒の書。真の刀を借りてるわけ。マジか。はい。あ、間に合わなかった。だから改正してすぐはダメだって。お前それは改正してすぐはダメだよ。だって無理だもん。だって見えないんだもん、改正の文字で。確か足の指を弾いてらんな、ね、なんとかなるんだよね。マジか。足の指、ここで足の指か。バレてるんかい。ちょい一撃一発。ちょ、それは無理だって。だって今のは無理だよ、どうやったって。誰が誰が今の反応できるんじゃい。いやじゃあかな、もうタイミングだって。ああ間に合わない、間に合わないよ。いや指が動かないよ。じゃあ今の押したじゃん絶対。いや今押した、絶対今のは。
じゃあり、さて不思議でだから、いや当たってないかな、弾いたって今。いやー辛い、指が動かないよ、寒いこれ末端冷え性にはあれですね、厳しいゲームですねこれ末端冷え性には厳しいゲームだわ。わあ今絶対のタイミングで落ちてるはずなんだけどな。いやね、間違ったことないと思うんだよね。超惜しかった今、惜しかった今、超惜しかった。まず1、2、3、うわ、弾かれてんの今。うっそー、今いけたって絶対。1人札はいけたから、間に合わない。じゃあ誰か攻めに転じちゃダメですね。
OK、 まず印刷。じゃあ間に合ってないのか。飲めてない。いや、全然タイムやってない。だから今のは全然タイムやってない。くっ、なんで間に合ってないの。勝った時はね、刀がね、勝った時に攻撃してくるから、その時に押せばいいんだけどね。うまく動かない指先。自分の中ではね、最高のタイミングで押してるんだよね。でもそれがうまく伝わっていない。じゃあちょっと今のはね、完全に早かったですね。完全に早かった。ああ、オッディスキル。なんで赤目なのにさ、二人札なのこいつ。赤目って1位だよね、いつもね。なんでなんで、特殊な個体なわけ。ジャンプか。ジャンプだよ。じゃあ間に合ってない、飲んでるから。くー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 。誰だ。これでいって、いやー
なんで押せてないの。うん、誰かガチンも効果はないみたいですね。ガチン。あー時間だ、ちょっとラストかな。ラストかな。結局火とか一切使わずやってんな。ついに金。そう、あのね、ずっとね、千宝寺のね、金ずっとついてんだよね。気づいたらすっかり忘れてさ、金解くかこれ。これか、これね、これ解こう。別にアイテムとかもういいわ、金とか。厄払い。これで敵の強さ変わるんだろう。これでね、一人札になったらもう、まあ、意味が分かんないよ、本当に。なんか二人札、まあまあ。まあまあまあ二人札。ちょっと攻撃しすぎた。燃やす。すぐ炎上すんな。ジャンプです。じゃあ何か、はい、じゃあ次はラストです。手が動かない、もう指が動かないからちょっときついね今日ね、もう。さあ行きましょう。相打ちになっちゃうな。攻めに行ってはいけません。じゃあ今日は終了でーす。攻めちゃダメなんだな、やっぱな、アシナ竜は。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにいたしましょう。まあ桜竜倒しましてね、桜竜の涙を
戦況から持ち帰ってきたら、一心様がもうすでにお亡くなりになられていたということで、まあ最後ね、あの九郎様も、今逃げてますので、巫女様も、まあ巫女の後を追ってという感じでございますが、途中の芦名流に足止めされております。ではね、ここまでご視聴ありがとうございました。よければまた見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。